げろ。ちょうどよかった。ここら辺で漂白者が吸収できるやつを捕まえよう。この鹿片っ端から探してあげる。ここは冷静に行こう。負けるわけには。さっきの再現できる？漂白者が吸収できるのはすごい残像だけなのか？もしくは種類が限られているとか？それともデバイスならできるとか？
漂白者のデバイス、どこのなのかわからないけど、ちゃんと使えるじゃん。見た目は少し変わってるけど、基本的な機能は私たちのデバイスのと同じだね。これも音の力だ。音の力だ。甘い。ここは冷静に。これも音の力だ。辛い。歴史を感じる。力だ。行こう。
行くぞ。これも音の血響いて、一気に行くぞ。行こう。あ、昆虫城はこの先だよ。行こう。漂白者さん？私だけの運命の種。さてと、これからどうしよっか。おいしいものでも食べに行く？私は一旦研究員に戻るわ。分量谷の異変、無音区の復活、頻発する怪食現象、これらの異常な状況について報告しないと。天帝への報告は私に任せてください。ついでに漂白者さんの謁見の手続きもしておきます。確かに少々時間はかかりますが、そう大した手間はかかりませんよ。中枢信号灯を登録してもらいたいし、私が漂白者を案内するよ。それが終わったら適当に近くを見て回ろっか。本州に初めて来た人を偏帝に突っ立たせておくわけにはいかないでしょ。それに一秒でも退屈されたら、あたしら昆虫民のおもてなし精神に反するよ。では私は謁見の手続きをしてきます。しかは偏帝まで漂白者さんの案内をお願いね。任せて。後で共鳴医療科にも話を通しておこうと思うのだけれど、身体状況を考慮するとあなたは全体検査を受けるべきよ。謁見が終わったら研究員に来て。主に検体、病変によるリスクの排除、そしてバイタル情報と身体データを監視し記録する。得た情報やデータは全て
分析研究に利用させてもらう。もちろん勝手には使わないわ。全てあなたが同意してくれたらという話。それじゃあ早速。ほらもたもたしないで。漂白者を案内したい場所はたくさんあるから。獅子舞、ヒーローショー、摂取所、憲法試合、それに美味しいものも数えきれないほどあるんだ。今週上にないものはない。行こう。本州の中枢信号塔に到着。本州最大のサーバー集約センターみたいな感じかな。私も人に説明できるほど詳しくないんだけど。
大型のナビゲーションシステム、防衛システム、それと地域インフォメーションセンターを兼ねてるってとこかな。今まで見てきた信号塔は全部小型のだから、中枢信号塔の方がすごいんだよ。でも信号塔間ではデータが共有されていて、信号塔を登録すればマップ情報がデバイスに同期されるんだ。便利でしょ。デバイスをそこに置けば登録完了だよ。行こう。手続きを済ませました。いつでも謁見できますよ。シカ、漂白者さんをこちらに案内してくれる？行こう。行こう。行こう。引け。少し疲れた。行こう。だから私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。すべての来訪者は本州にとって重要。こんなにぎやかな閉店初めて見たよ。私もびっくりしました。変定にこれほどの一般人が集まっているなんて。
り。ここにいる人たちも謁見を申請したようですが、すでに却下されたみたいですね。手続きの際にこの絵が引き換えさせました。今残っているのは代理で手続きを行うものや、一度断られてもまだ引き下がろうとしない者たちです。ここを訪れた人は皆口を揃えて、参加様に一別されると動けなくなると言っていました。実際に参加さんのたった一言で引き換えさせられたとか。何それ、某髪が蛇の残像みたいに石にでもされたのか。レイン様に仕えるこの絵です。ああ、冷酷な眼差しと優れた武才を持つ全能の冷徹美人という噂を聞いたことがある。そうですね。でも偏邸にいなかったとしても、本州の外にいるということは滅多にありません。そもそもレイン様は本州を離れることができないのです。公務や書類処理のため多忙というのもありますが、州の主である以上その地と一体となる必要があります。レイン様がいないということは外地での公務に赴いている、あるいは。州に何か危機が迫っている。何か大変なことが起きるってこと？おお、さすが漂白者、自信がすごい。でもまあ正直疑いようがないよね。レイン様が言ってたこと全部当てはまるんだもん。できるよ、ライブじゃないから。漂白者さん、何か思いついたんですか？つまり？漂白者さんが何を考えているのかは分かりませんが、とにかく一度会ってみてその目で確認した方がいいと思います。そうそう、私もよく分からないけど、レイン様の目的が何であれ会ってみないと分からないじゃん。それでもやはり空白だらけの記憶しかない状態で見知らぬ町にいるというのは不安に感じますよね。漂白者さんは亡くした記憶についてどうお考えですか？なるほど。漂白者さん、まずはレイン様と会ってみましょう。そうすれば何かわかるかもしれません。謁見は同行が認められていないので、私とシカは外で待っています。あなたの帰りを。うんうん、すぐ近くにいるから、何かあったら大声ではダメか。外からは聞こえないもんね。偏邸で騒ぐのも厳禁だし。
私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。だから私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たち。だから私が例の重要な客人だって。ほら見てみ、接待してくれた人たちみんなこう言ってたじゃん。